ヤースーフは、ヨルダン川西岸地区北部サルフィート県にある、パレスチナの町で、サルフィートから 7km 北東に、ナーブルスから 37km 南西に位置する。パレスチナ中央統計局によると、2006年半ばに約1761人の人口を抱えていたという。住民のおよそ87%が農業を収入源にしており、残りの住民は、 公共部門で働いている。ローマ支配下の時代、この村はヤーシュブとして知られており、ユダヤの丘、サマリア南部、ロットなどの地域における果物、穀物、糖価といった3品目の主要な市場であった。十字軍の時代には、ディアウッディーンがヤース風には地方モスクが一つあると記述しており、すでにその時代、村には、 無視できぬほどのムスリム人口があったことを示している。2009年12月11日、ユダヤ人入植者の集団が老石を働き、ヤースーフにあるアルカビールモスクを焼き打ちした。祈りの絨毯とセイクルアーンは、炎の中でゴミとかし、放火犯は落書きを残していった。曰く、我々は、お前たち全員を焼き殺す、代償を支払う覚悟をしろと。2、3ヶ月前、 ユダヤ人入植者の過激派たちは、ユダヤ人入植地の建物が解体される度ごとに、西岸地区のパレスチナ人は、値札通りの代償を支払わされることになるであろう、と宣言していた。このモスク焼き打ち事件に続いて、ユダヤ人は、放火に対して抗議している、パレスチナ系住民100人を発砲した。ありがとうございます。